Okay, let's try this shiznitch again. And this time, actually, I'll forget what I was actually planning on doing. Which was this. So yeah, welcome, hello, and welcome to Persona 3 Portable. Yeah, because it was the one option you couldn't get on the on the original version. And I am actually going, because originally, so I am going to be sticking with normal difficulty. Because I have actually completed P3P on the PlayStation Portable. I think I've also completed Persona 3 Fez. Yeah, my mug is going to cover most of this stuff, but... I think they have done some updates, just not a lot. Meanwhile, elsewhere, and you can see they've done absolutely nothing with DC, because they are, because at 1080 these are incredibly blurry, and you could probably do better on the PSP with upscaling through PPSSPP. And the music is actually drowning out the voice. ポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台、この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。Yep, and yeah, it's almost midnight. And what happens around midnight? Welcome to the dark hour! ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。
ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。Yeah, and this is actually a take on the P3 movie name for the male character.確かに。時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ、始まるよ。この時間にどうして、まさか。待て、明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満、この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼女は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ一般寮への割り当てが正式にされるだろう。Yeah, the Japanese voice audio seems extremely low quality. いいんですか？ Probably the reason why the music was drowning out さあな the audio in the bloody first section. 彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。こちらこそよろしく。今日はもう遅い。部屋は3階に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。 Although I guess they couldn't actually redo the audio considering the voice for Igor is already dead。 この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？誰のこと？ちょっとやめてよそういうの。駅からここも。そっか、ならいいんだ。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。There we go. Because this is the problem if I actually streamed it. So if I was using controller tied to console, that would effectively be locked in place.Today too. 竹葉ですけど、起きてる？おはよう、眠れた？ね、先輩に案内しろって頼まれちゃって。もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール珍しいでしょ。特にここ海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら見えてきた。ここが月光館学園の高等部。
よろしくね。ここからは一人で大丈夫。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？あのさ、昨日の夜、じゃあね。Alright. Yeah, you get your usual clutch of, people. Number. Yep, here we go. Otto, a tenu set on your hair. Ninan said the Machida and I were there. Goryoshi, a gome. But let's walk on a cushion. あら、礼儀正しいのね。そう、クラス分けも見た。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品光るの蓄訓詩という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、のクラス転校生がいるってよ。あ、俺見た見た、竹山さんと投稿してきてさ。おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よ、転校生。なんだよ、そんなびっくりすんなって。おいおい、自己紹介くらいさしてくれよ。俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。だから不安がってないかなってさ。まったく相変わらずだね。女の子と見りゃ慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね。驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。仲間に入れてくれよ。てか二人って知り合いかなんか？初日から一緒に登校したって聞いてさ、レベル高いのが並んじゃって噂の的だったんだぜ。もうそういうのやめてよね。噂噂ってめんどくさいな。私はともかく、この子は転校したてなんだよ。いろいろ言ってかわいそうとか思わないのかな。じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、純平、この子に手出したりしないでよ。あの方、保護者か何か？ああ、言っとくけど、マジでやましいつもりはないからさ。なんか困ったこととかあったら、いつでも相談してくれよな。おっと、こりゃゆかりっち以上か。まあこれからよろしくな。おーおー、走ってんな運動部。あ、部活のこと、女子の部活もあるからさ、興味あったら入ってみ。新規入部ってことになるからまだもうちょっと後だけどな、入れるの。
君か。おかえり。Okay, so now we can actually save. Yes, there isn't much you can do. Yeah, you can actually see that they did absolutely nothing. Let's say, probably the most half-assed remaster there is. ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か。なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ遊びじゃないんだぞ。ん？This is basically on rails for the first bit. 帰ってきました。なるほど、彼女か。やあ、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろ。 Yep. It's Mr. Lingard, man.油断すると神かね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろう、グーグーなんぼなんちゃって。お疲れ様。どうだい、彼女の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼女は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。はあ、つまんね。 KJ Presents The Bay Happy Tuners。来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。この番組は人に永遠の快適時間、霧状エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。Thank you.
彼女は平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの掛け時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼女は？見ての通り、彼女に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼女は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか、あるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか？とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。さて、ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これを持ちなさい。ここの住人はもう一人おりますが、今はあいにく席を外しておりましてな。後ほど改めてご挨拶いたしましょう。またお会いしましょう。来たことある？放課後になるとうちの生徒が結構いるんだ。カラオケとか CD ショップとかあるし、あと美味しいカフェもあるからさ。クラブもあるんだけど、さすがにそれはね。君か、おかえり。As a rule, I am. Saving frequently. Until you actually get into the real meat and potatoes of the story, all you could do after school and you come back is this.
どうだい様子は。昨夜と同じです。ふむふむ、やはり興味深いね彼女は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼女はクラスメートだそうじゃないか。同学年で、しかも女の子が仲間になったら君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。秋彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、やつらなのか。はい、ただ普通のやつでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹場、君は上にいる彼女を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく。何してる、早く行け。竹馬、わかりました。起きて。ごめん、勝手に入るよ。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐここから出るから。急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで。竹場、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。Love it. She thinks they're safe on a roof. When the thing's climbing up the side of the building. Uso. Soto, you got to go. Well, duh.いた、屋上だ。なんだあの巨大なシャドウは。水、行くぞ。待て、あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。そうだ、戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。
Okay. What done? No, we still got more to do. まだ動いてる。来ないで。And it's body time. Been a little round, but fast while you just prowl. Time for me, no tangling. Spot with no angling. And we're done on that part.And we went straight from level 1 to level 3. Although Orpheus has only gotten to level 2. But hey, at least we got a fire skill. お目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとはあなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそが、ペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では、多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。And yeah, that's a lot of days out.Oh, and bloody Stream Elements as being an absolute douche banog.気がついた。気分はどう？よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね、あの時は何にもできなくて。でも驚いた。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、
詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。最も怖くてあの有様だったけどね。私も初めてだったんだ敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。うん、でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。Alright, so originally in the PSP release for the English version, they actually didn't use the, or they actually used the same audio for this part in both the male and female main character routes. I'm not sure if it was just an error in the code and the audio was actually originally there, but they have fixed that. That's the only thing they've actually done for this, is that you actually have the proper audio, the proper voice lines on the female main character side. でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。あのさ、私のことゆかりでいいからね。女同士だし、その仲良くしようね。じゃあね。いや、来たね。体の方は大丈夫そうで何よりだ。女の子に万一のことがあったらって心配したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなり、実は一日は。まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日、君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ。うすうすは感じたんじゃないか？自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。隠されたというより知りようのないものってどこかな。でも影時間は毎晩深夜0時になると必ずやってくる。今夜も、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。秋彦、
どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。Like that. He says the other night, when it was over a week ago. シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり、奴らと戦えるのは飲み込みが早くて助かるよ。要するに、君専用の召喚機も用意してある。君の。よかった。あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いや、感謝するよ、本当に。ああ、そうそう。君の寮の割り当てだけどね。このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは。偶然伸び伸びって、あれは調子いいというか。やあ、元気かい？僕はいつだって君のそばにいるよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。すべての終わりだよ。って言っても、実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それより、とうとう力を手に入れたみたいだね。それも、ちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。ちょっといいか。今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることがある。
詳しい説明はその時にな。じゃあ。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。あ、あれ、ゆかりっちって桐城先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど、それより帰ろ。さっきの別に本当に嫌いとかじゃないからね、桐城先輩のこと。純平って本当いらんことばっか言うよね。しかも言うことなすこと親父でしょ。歩くセクハラかっつうのマジで。去年もさ、おかえり。待ってたぞ、紹介しとこう。え、おい、まだか。ちょっと待って、重っ。どうもっす。純平、なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって、嘘、何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、はっ、つかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？また強がっちゃって。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。君たちもそうだって聞かされた時はさ。でも、知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ、ま、君たちも俺っちが仲間になって、ほんと女の子たちだけじゃ怖いもんな。まあね。よろしくな。しっかり守ってやんよ。そういうわけだ。よし、大体。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは、長い間桐城君と真田君の2人だけだった。けど最近トントン拍子に仲間が増えて、そこでだ。今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。タル？なんすかそれ。タルタロスよ。てか、はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは行ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？秋彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが、探索は無理だ。分かってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残るよ。どうせほら、ペルソナ出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここ見てればわかる。ほら、0時になるぞ。Thank you.
これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。アキヒコ、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。Okay. おでもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか。深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー、それつまり探検隊の隊長。はいはいはい、俺お前がやれ。え、女の子っすよ。けどもう実戦経験してるから。え、マジ。確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか。もちろんっす、バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。頼もしいな。どうしたの。お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが、今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分、その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。あ、以前お話し、さて。なるほど。テオドアと申します。テオとお呼びください。以後お見知りおきを。この者もあなたへの手助けをすることになりましょう。では再び見える時までごきげんよう。ちょっと大丈夫。どうしちゃったわけ。そこ驚くとこ。ああ、あれか。ま、はいは
Okay, let's, get started. いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。三人とも聞こえるか？お、先輩。ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるんですか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしい。敵のレベルは低いはずだが、習うより慣れろな。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。Okay, and on Snuffsoul, and we got our first enemy. Thank you! And... 君の力については竹馬から聞いているが、戦闘経験が浅いことには違いない。基本的な戦い方について。よし、should be able to just 弱点をついたぞ。来た、総攻撃チャンス。このちょうどいい相手、攻撃ちょうど。Yes, I already know the reason. Thank you very much. 弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したぞ。弱点にズバリだ。今だ。やっちまおうぜ。ほら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 。Medicine. Sorry.
敵をすべて倒せば、それは敵。ここ奥に、ただし、例えば。Okay, thank you very much for that. Now time to roast me some shadows. Get it! Got it! Oh, shit! Yeah, babe. Get it! Got it! Oh, sweet! Get it! Got 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 it!Right, what do we have? Oh!全員3回、個別行動を取れ。了解。Yeah, because I think, yeah, you could do that to actually pull up the map. And yeah, we've, 全員集合。固まって行動してくれ。よし、ぜ、どうだった？そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。すっげえ、自分の力ってのを初めて実感したぜ。でもなんでだ。単なるはしゃぎすぎじゃないの。なこと言ってユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいような。それは影時間のせいだ。平時心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりも秋彦もうかうかしてられん。抜かせ。There we go. なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろ。生徒会長という大役を拝命するにあたり、学園がよりよくあるために一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを1年間ずっと切らさずに簡単ではないでしょう。大事なのはそれが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作るかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。なんだ、
味を。へっ、使われ、あの人じゃ。Okay. Okay, so the sports clubs are not true. I think that's probably not for another couple of days. Library at the moment. いいよな、あれ。真田さんの周り、いつもあんな前線無敗のボクシング部主将。確かにかっこいいと思うけどさ、漫画でも見れないぜ、あんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おい、お前たち、これから…え、ああ、お、暇ちゃ暇っすけど…なら、今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？真田さん？友達？いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく、俺は先に行くからな。名前も知らないって一人もか。まあとにかく、たく思わぬ邪魔だぜ。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。ん？この人は黒沢巡査。俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれは幾月さんからだ。え、マジいいんすか？手ぶらじゃ戦えないからな。ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで、俺たちもっともただにはしてくれないけどな。当たり前だ。世の中にただのものなどない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。Don't have much in the way of
I've only got, yeah. Close for termite extermination. We'll reopen on the 25th.君か、おかえり。Let's do our first, two medical powder, one snuff salt, triesto gem, and two trafuri gem, and Precadenza. Alright. 1,005 yen. Come on. Thank you. 先制攻撃のチャンスだ。敵三体。敵残数3体まだ余力があるな。情けない。あと1体。
before. Come on, turn around. Hekiitaiを捕捉。先生のチャンスだ。敵に痛い。あと1体だ。オーラスだぜ。当たって来た。総攻撃チャンス。Yeah, I was not gonna touch those, especially as one of them would have brought the Reaper knocking. Alright, and we got the Aggie skill card.敵はあと2体。あと1体だ。オーラスだぜ。敵はあと1体だ。しぶといんだから。Yeah, it would have been better than our imitation Naginata, but... Oh, another 3,000. Nothing there. Heki ni tai o hosoku. Yes, ii kogeki da. Nice. Battle and move it fast while you battle and no time for me. Go for the experience. Tech Santa, you dance now.This one... No. Tekizansu 3体。まだ余力があるな。敵は
あと2体。油断するな。当たって。倒せなかった。敵逃走。あと1体だよ。心は1体きりだ。はい。敵はあと1体。倒せなかった。Come on. まあ、こんなもんよ。Yeah. Right, let's get to the next one. So I keep on pushing up and down on this stick.敵シャドウは1、戦車ランディングのチャンスだ。敵はあと1体。うん、楽勝楽勝。 Yeah, I mean, seriously, with those two misses, that was some XCOM levels of bullshit.Alright, let's head forward, and we have a shadow and...敵一体を捕捉。よし、さすが俺、やったぜ俺。Alright, and what's in the box? 1,145 yen. 先制のチャンスだ。敵2体。Time for the toasted shadow. Yeah, that didn't work the way I wanted it to. And that one's looking at the heart, that one's looking at the head. 先制のチャンスだ。敵に行く。あと1体だ。オラスだぜ。当たって来た。総攻撃チャンス。こんな It's good to actually get as much money as we can. Right, there's nothing here, there's nothing here. Hello! 先生のチャンスだ。敵に痛い。俺チャンス。よし、いい攻撃だ。Yeah, again, I wasn't going to be going for those because of the, Right, nothing over here.敵2体を捕捉。よし、いい攻撃だ。おっ、やっべー。Kari finally has a decent magical attack as a stupe. Oh, that dude just ran off.
High-tech sandals. I don't think I have... Right, that's our ticket back to the entrance. Sensei no chance da. Teki ni tai. Yuri na teki o geki ha. Orasu da ze. Right, so what I'm actually going to do is okay, and... Tek Santai, yudan suru na. They're barely doing any damage. Yep, there we go. Right, first thing I want to do is... I'm not going to be looking at those cards, although I'm right near the exit, so yeah, the rest of this floor can All right.
Okay, so they absorb fire. So I think they're gonna block wind. Yep, and the XCOM levels of bullshit are I'm gonna have to not gonna end up with extra couple levels of bullshit this time around. And three Empress's masks. What's in the chest? A bead chain. Proceed with caution.敵2体を捕捉。
敵はあと2体。あと1体だよ。敵はあと1体だ。倒せなかった。ま、こんなもんよ。敵2体を捕捉。よし、いい攻撃だ。オラスだぜ。敵はあと1体。Oh, Alright, there's the exit. Teki 1体を捕捉。敵はあと1体だ。Okay, for a number. Lovely! 総攻撃チャンス!Just hit it for the gentle.700. All right, come here, you little weaklings. Oh, 敵3体、油断するな。Money, thank you very much. Sensei 攻撃のチャンスだ。3体。ユーリが敵を撃破。当たって。まだまだ。Right, let's see if we can roll again. Oh.Alright, so what I'm going to do is I'm actually going to go up as far as the next, level. Or the next, triple boss. 敵2体を捕捉。The triple enemy, triple, the, mandatory, 1体だ。
スだぜ。やっ、倒せなかった。敵はあと1体だ。はい。Yeah, nothing down there, so we are just gonna head back and head to the next floor. Yeah, so I think what we're gonna do is we're gonna stop at floor 10 for this run. あと2体、避難するな。ミオリが敵を撃破。オラスだぜ。敵はあと1体だ。あいつ早い。よこ。 Yeah, that's some XCOM levels of bullshit there. を捕捉。敵はあと1体。これがもう一人の私。総攻撃チャンス。この。And that's another big bug dealt with. Oh, we're definitely getting a lot of money with this one. Oh, we're already at 12,000.Nothing down there. Surprise! 2体捕捉。敵は動揺してる。敵2体を捕捉。ミオリが敵を撃破。オラスだぜ。やっ、倒せなかった。敵はあと1体だ。I think I'm actually gonna... head to the exit. Alright.
Weakling! Nitai Hosoku! Take a look at the room! Right, I think what I'm actually gonna do is. No, because I just saw this. More money. Right, so what I'm going to do is I'm going to go AFK second and I'll be right back. Okay, and I'm back. Yeah, I was gonna go a bit higher, but need of toilet was required.君か、おかえり。Okay.
Okay, now we have the athletic teams recruiting. Gonna be much in the way of yeah, cause there's that scene in the Velvet Room. And what I want to do is head up to Spectre School so that I can get the
And save. So we'll start off from floor 5. And probably what I'll do is I'll get to 10. Okay, not detecting anything is bad. Because that means that the reef is going to be on the prowl. So let's just, yeah, I think that's the same as yep. Listen, Yukari is cleaning house. クリーンヒット。敵が体勢を崩したぞ。
because Yukari actually has the highest status mode, so she is just gonna be Hello. 先生のチャンスだ。行きたい。敵3体、動揺してるやつがいる。畳みかけろ。いい攻撃だ。ナイス。よし、いい攻撃だ。あと1体だよ。敵はあと1体だ。当たって。楽勝楽勝。Okay, that's this floor explored. を補足。当たって。こちらが敵を撃破。一体だよ。敵はあと一体だ。当たって。ちょっと苦戦したかな。補足。敵はあと1体だ。There wasn't much point in using ability on that because but it would have been dead.
先制のチャンスだ。敵2体。やっ、あと1体だぞ。あと1体だよ。倒せなかったか。敵はあと1体だ。当たって。ちょっと苦戦したかな。敵2体を捕捉。はい、いい攻撃だ。ナイス。ちょっと苦戦したかな。敵一体を捕捉。ちょっと苦戦したかな。 Thank you for that, Yukari. Oh, there's nothing here, so there's no point in a...where did you go? Thank you very much.敵2体を捕捉。ワンダウン。And what do we get on shuffle time? Money!敵3体、油断するな。やっ、情けない。敵残数3体、威力がある。敵はあと2体、当たって。油断するな。あと1体だよ。倒せなかったか。敵はあと1体だ。Got some extra experience out of that and a muscle drink. Hang on, do we have? Yes, we do actually have the exit, but there's nothing down there.That's just a teleporter, so... yeah. Alright, let's justQuickly, keep
heal everybody back up. ここ一体の番人か。Okay, so they have... Oh crap! So I'm guessing they're going to... Oh crap, we're also weak to lightning!立ち直ったか。気絶してるぞ。誰か起こせない。Oh, we've only got one. してみる。少し時間がかかるぞ。
油断するなよ。油断するなよ。倒した。まだいけるか。立ち直ったか。ナイス。Lovely, and we get two crits.Cream of Zeo Gems. Two chewing souls. So what we're actually gonna do is...actually do tomorrow, the next day, so Saturday.Thing is, it didn't say that we were tired. Let's have a look at us. So we're still at a good status. Yukari is probably... Yeah, Yukari is tired. As is Junpei.I think we have to go to the bookstore and come back to school. Iwatodai.
if we head back to Gekko-kan and we go back to the section here and we have a look at this. So we get the persimmon leaf. Then we go back to Iwatodai Strip Mall. Back to Bookworms. And that's another social link active. So that is going to be it for today. Right, well, the next scheduled stream is going to be on early Sunday, probably about 1 a.m. We're going back into Final Fantasy 14 and going back into P9S. Although I might try to see if I can get a group together to actually try and help get past the annoyance of limit cut. of LC1, because yeah, that's starting to get rather annoying. So yeah, I will catch you then. I'm actually gonna go and do some cooking. Well, not much, because all I have to do is boil some potatoes.